まくろみチャンネルのやっちゃんです、今日はですね、浜松のうなぎ芋っていうブランドの芋があるんですけど、それを、調理していきたいと思います。浜松ってうなぎ有名じゃないですか。うなぎの骨とか頭を飼料にして作っているっていうお芋だそうなんですね。なんでうなぎ芋なのかっていうとですね、私、農道富士山号というインターネットラジオをお友達とやってるんですけれども、そこに、ゲストとしてうなぎ芋の方をお呼びすることになっているんですね。それでうなぎ芋ってどんな芋なんだろう、食べてみたいなっていうことで、ちょっと買ってみたんですね。それでですね、このうなぎ芋やっぱりすごく甘くてねっとりしてて美味しいっていうお芋だそうで、やっぱ焼き芋にして食べてみるのが一番味がわかるのかなっていうことで、今日は焼き芋で食べて、ちょっとアレンジをしていきたいかなって思っています。では行ってみよう。サイズはですね、ちょっとすぐ焼けるように小ぶりのものを用意しました。それでですね、焼き芋って、結構個体差があるっていうか、美味しいものと美味しくないものってあると思いませんか。で、それがですね、このお芋をこの端っこを切った時にですね、この断面の色が黄色っぽいものが、焼き芋にすると美味しいお芋なんですって。こうして見た時に白っぽかったりすると美味しいお芋ができないって言われてて、でもどれも黄色いですね。なんかもし白いのがあったら、それは天ぷらとかにするといいって言うんですけど、結構どれも芋の色がね黄色いんですよね。なんかこれ全部美味しく焼けそうなんで焼いてみたいと思います。ですね、その焼き芋の、このレシピ、うなぎ芋さんのこういった紙がついてきて、ここのレシピによると、オーブンとか炊飯器プラストースターとかフライパンとかっていうので、いろいろと焼けるようになってるようなんですけれども、今日はオーブンでやっていきたいんですが、このうなぎ芋さんの推奨だと、濡らしたキッチンペーパーに、こういう感じで包んで、それをさらにアルミホイルで包んで焼くのがおすすめとなっています。私は通常は、アルミホイルだけを、だけで包んで焼くこともあるので、味比べをねしていきたいかなって思います。そして、何にも、包まないものと3つで同じ温度で焼いていきたいと思います。その後に、まずこれを180度で焼いてみてですね、次に高い温度で焼くっていうのもやってみたいと思います。焼き終わりました。180度で焼いたもの、そして300度で焼いたものです。こちらから、そのまま何も巻かないでそのまま焼いたもので、これはアルミを箔で巻いたもの、そしてアルミとウェットペーパーで巻いたものですね。こちらも順番に並べてあります。300度で焼きました。なんか構成を期すために一応全部冷ましてあります。さあ試食いってみたいと思います。ちょっと個体差もねあると思うので、一概には言えないと思うんですけど、こちらから食べていきたいと思います。甘いです。十分に甘いです。これいきます。こっちの方が甘いです。アルミとウェットペーパーのものいきます。これはしっとりしています。でも一番甘いのはこれのような気がする。個体差かな。では今度300度の方いきます。甘くてなんかしっとりしてます。これが今まで食べた中で一番甘いです。甘さはこれとこれあんまり変わんないですね。なんか高い温度で焼いた方が甘さが強いような気がします。70度ので
でんぷんがあの 甘さに変わるっていうことを何かで読んだことがあるんですけど、だから低い温度でじっくり焼いた方が甘くなるっていうようなことを読んだ気がするので、あの通常はこう低い温度で焼くっていうのがセオリーなんですけど、今日の実験の結果としては300度の方が甘さが強くしっとりと焼けていて美味しかったです。ちょっと焼き芋いっぱいできちゃったので、これからちょっと料理もしていきます。先ほどのお芋のちょっと皮をね剥いてみました。こんな感じでざっくりと潰していきます。あ、お塩ね一つまみ加えます。はい、このくらいに潰れましたら、くず粉をね入れていきます。くやくずを粉末にしたものなんですけど、なければね片栗粉で全然大丈夫です。あのくず粉を使うのは胃腸、あの腸にねくず粉ってくずってすごくいいんですね。薬効のすごくいい高い成分なんですけど、特に冬場お腹のね風邪とか引きやすいですよね。くずを食べると、お腹の調子が整うので、特に、ね、下痢の時なんかすごくいいので、困った時くず湯にしたりして飲んでみるといいと思います。こんな風にお料理に使うのもおすすめです。完成です。こんな感じにできました。ちょっと火が強かったみたいで、まあ、ちょっときつね色の方がいいと思うんですけど、中はこんな風になっています。ちょっともちっとした感じに なってます。塩だけですね、味付けは。食べてみたいと思います。うん、甘いです。いや、このうなぎ芋の甘さがすごい。砂糖入ってないなんて信じられないぐらいの甘さだもん。ちょうど息子が帰ってきたので息子に食べてもらいます。息子はちょっと YouTube に出るのは嫌だっていうので、声の出演だけでもいいって言ったんですけど、ダメだって言われたので、あの感想は私だけのにしたいと思います。で、皆さんも焼き芋がちょっと余っちゃったなーなんていう時、ぜひ簡単なので作ってみてください。じゃあねー、バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。番組を気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。